どうも、鼻の穴からポテトチップス、こんにちは。は?ということで今回は、さすがにフォートナイトをやれと、もう、いっぱい言われました。脅迫もされました。フォートナイトやらないと噴すぞってね。ちょっと、やります。すいませんでした。ただ、今の僕はいつもとわけが違います。それは、というとですね、オールしております。なので今極限状態に眠くてもう睡魔がねもう睡魔レベル126レベルですよ。実況中に、ね、寝たら本当に申し訳ないんですけれども、まあ寝たら寝たで面白いかなということでね。ということでね、ちなみに今の時刻はですね、朝の7時半でございます。空ビビカッコ2って書いてる名前のとこ、誰が2歳じゃ。変なとこにおります。あそこのなんか体育館みたいなとこ行きます。敵いる。ちょっとさあ、なんでだろうね、本当に。あべ、寝てた寝てました。一応アラームかけとくわ。よし、アラームかけました。ということでね、なんか今、ストップって書いてる。止まります。とりあえず、僕の目標はですね、ちょっと、こんなんじゃビグロイ取れねえよ。とりあえず僕の目標はですね、ビクトリーロイヤルを取れないので、せめて50位くらいに入ることですかね。目標は低く、いきましょう。ということでね。えらっ!ということで、目標達成しました。49位です。ありがとうございます。もうこれで僕はもう、何も言い残すことはありません。何ですかこれ、ロケットランチャーだって。バーン。がなったからやっと目を覚ました。昨日の風がちょっと嘘みたいだ。出かけようにも、8日目も夜だ。どうせ出ないのは夜が明けないから。喉が渇くとか心が痛いとか、人間の全部が邪魔してるんだよ。さよならの怪しさで顔を上げて、いつかやっと夜が明けたらもう